小芝陽子さんです。どうも明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。はい、令和4年スタートでございます。早いです ね今年はいい年になりますように。本当にね、そう願いたいですね。そうですね、本当に今年の抱負を聞かせてください。そうですね、まあ去年とまあ約2年間あまりいい年ではなかったので、はい、まあ、今年もはもっともっと芸を磨いて、心身ともに磨きをかけて、はい、皆様の前で、歌わせていただけるように頑張っていきたいと思います。はい、僕もね、そのなんか今まで同じような感じのリズムでみんなね、一生懸命がむしゃらに歌手活動してきたと思うんですよ、はい、歌手の皆さんは。そうですね、そこへコロナということでブレーキがかかったでしょ、はい、でまあ、生活とかいろいろな面で変わったじゃないですか。そうです。それをいい方向に歌に乗っけて、さらに 歌がこうグレードアップしてみたいな ね、そういうイメージを僕は今年は、せっかくだってね、もう本当苦労したんだから、いや本当に頑張りましょうよみたいな。厳しい2年間ですね。そうですよね、本当に今ね小芝さんのお話を聞いてそう思いました。はい、はい、今日の歌を聞かせてください。はい、今日はね、熊野三山応援歌、はい、熊野のこの八田ガラスというね、三本足のカラスの神様 の、はい、あの歌なんですけれども、これで皆様に元気をお届けしたいなと思いました。はい、はい、それでは小芝陽子さんの曲でございます。頑張れ日本、八田ちゃん音だ。どうぞ。新宮へとこ早玉沢の凪の木陰に八田す熊野か緑はになって頑張れ頑張れ頑張れ日本、八田ちゃん音頭でかか吹っ飛ばせ八田ちゃん音頭。本宮祭りは大湯の原に巻いて飛ぶ飛ぶ八田ガラス熊野火祭り八田祭り頑張れ頑張れ頑張れ日本、八田ちゃん温度で高く飛ばせ八田ちゃん温度。神秘の御滝那智の山神の舞い鳥八田ガラス熊野三山不動明頑張れ頑張れ頑張れ日本、八田ちゃん温度